沖縄移住地の入り口にある訪問者を歓迎する看板地図沖縄移住地、またはコロニア沖縄は、ボリビアのサンタクルス県にある日本人移民の入植地である。太平洋戦争の後、リベラルとの沖縄出身の戦前移民者が中心となり、ボリビアに強度沖縄から移民を呼び寄せる計画を立て、またこの計画に乗る形で、 アメリカ軍に占領された沖縄で社会問題化した過剰人口と土地不足を移民で解消することを画策した琉球政府によりこの地に入植した。ここでは沖縄移住地の説明と合わせて戦後の沖縄からのボリビア移民計画移民者と移住地の歴史を説明する。沖縄移住地は北から南に第一移住地、第二移住地、第三移住地の3つに分かれている。 これらの移住地は、さらに細かく6つの行政区に分かれており、第1移住地に1区から3区、第2移住地に4区と5区、第3移住地に6区が設置されている。1998年4月に第1移住地、第2移住地、第3移住地と周辺の19の村落と合わせて、ワルネス郡沖縄村の発足が、ボリビア政府により承認され、2000年に正式発足した。 日本国外で沖縄の名前を唯一持つ行政区である。役場は第一移住地に設置されている。沖縄移住地サンタクルスラパススクリ沖縄移住地の1沖縄移住地は北から南に第一移住地、第二移住地、第三移住地からなり、南北方向に細長い形をしている。サンタクルスでラシエラの北東に位置し、第一移住地はモンテーロを経由して、 道なりに約1 0 0トル離れている。第1移住地から第3移住地までは約7 0トルの距離があり、平均福員は約1 0トルである。3つの移住地を合わせた総面積は46,800ヘクタールに及ぶ。沖縄移住地近くには目のナイトの入植地もいくつか存在する。沖縄移住地が属するボリビアの東部低地帯は、 アンデス山脈とブラジル縦上地の間にある構造盆地に起源する低地でアマゾン水系の上流域を流れるグランデ川によって形成された中積低地である。標高は第一移住地の北端が最も低く309メートル。第二移住地、第三移住地へと南に行くにつれ標高が高くなり、第三移住地南西端で384メートルの標高がある。 1> 第1位重地から第3位重地まで約7 0トル離れていることから一帯の傾斜度は約1 0となり極めて平坦な土地である。傾斜度は南において大きく北で小さい山麓の線上地上の低平な地形を示している。第1位重地の北側にグランデ川が流れており、この河川の氾濫によって一帯には微地形が確認できる。 また、ピライ川の支流の水源が第3移住地にあり、この河川は第2移住地を貫流し、第1移住地の生誕を北上する。このため、東河川の蛇行行動の結果できた三日月古城の定地や池が散在する。先に述べたように、沖縄移住地は極めて平坦であり、一度の河川の氾濫で流路が 1km も移動することがある。 沖縄移住地一帯の表層地質は砂と泥の堆積層をなし、歴や岩石がほとんど存在しない。周辺に石がないことは沖縄移住地の生活基盤の整備、例えば住宅建設や道路建設に重要なインパクトを与えている。沖縄移住地一帯は熱帯雨林気候とサバナ気候の全一帯にあたる。このため気温及び降水量ともに 触れ幅が大きい。1971年から1997年の間の1日の平均最高気温は29.5度、平均最低気温は18.7度である。1979年に最高気温43度を記録、また1975年に最低気温0度を記録している。また1971年から1997年の 間の平均年間降水量は1 3 0 1 5ト、mm、ル。最高記録は1992年の2 2 5 8 5ト、mm、ルで、最低記録は1971年の6 7 4ト、mm、ルで、ある。顕著な寒気を伴う地域であり、植生も乾燥に強い樹種が多く見られる。一旦森林を伐採し、作物を栽培した後、 休館された土地の虹林の発達を見ると、干木の植生が著しく、ヤシ科の植生も目立つ。また、とっくり木綿が森林内に広く分布している。2001年、ボリビア統計局調査で、行政区分の沖縄村の人口は1万1661人となっている。2004年の日経コミュニティの調査では、第1移住地、第2移住地、第3移住地の合計、 の人口は約6000人、そのうち日系人は878人であった。人口統計の上で、日系人はマイノリティとなる。すでに説明した通り、沖縄移住地は、第1移住地、第2移住地、第3移住地と3つの移住地からなる。総面積46,800ヘクタールと広大で、平坦な開拓地である。現況1984年発行の、 南米における沖縄県出身移民に関する地理学的研究によれば沖縄移住地の土地利用は以下の表の通りである。沖縄移住地での土地利用を示した円グラフ2000年に発行された日本人移住100周年死ボリビアに生きるでは入植当初は広く原生林に覆われていたが現在では原生林はほぼ姿を消し周囲に再生林が残っているとしている。 また移住者の移住地外の農地の購入も活発であり、2004年現在、沖縄移住地外に移住者が所有する農地は2万ヘクタールに及ぶ。入植以前入植地一帯は、全く人間の手が入ることがなかった、原始林ではなく、17世紀から18世紀頃に、サトウキビのプランテーションとして開拓された後、放棄されていた地域であった。沖縄移住地の入植者が井戸を掘った際に、 その当時のものと類推される陶器類の出土があった。移住地は農業と牧畜業の第一次産業が主要な産業である。1971年、第一移住地、第二移住地、第三移住地のそれぞれ別個にあった農業共同組合を統合し、コロニア沖縄農牧総合共同組合が発足した。稽古が中心となり、大型設備の導入が進められている。 移住地の主要な農作物は、入植直後に、岡棒、1970年代に、綿花、1980年代から大豆と推移してきた。現在でも、最も作付け面積が大きい作物は大豆である。1990年代に入り、大豆価格の下落と、天候不順による価格低下に見舞われた。このため冬場の作物として、小麦とひまわりも導入され、 主要作物として定着していった。その他に、家畜飼料用として、トウモロコシやソルゴーも生産されている。沖縄移住地の穀物収穫後の年次、水入植当初は、原始的な焼き畑農業が行われていたが、1970年代の綿花栽培の導入時に、国際協力事業団の融資などを受けて、短期間に機械化が進行した。綿花栽培は、 天候不順、連作障害による農薬の大投げ、綿花の国際相場の下落などにより1976年から急速に減少した。移民者には多額の債務が残ったが、結果として短期間に原始的な焼き畑農業から脱却を図り、機械化された大規模農場の経営に大転換することに成功した。2002年にはボリビア政府より、 小麦の首都として認定された。これは、ボリビアの熱帯地方での小麦栽培発祥の地として評価されたものである。移住地では、入植当初から牛、豚、鶏が増作と組み合わせて飼育されてきた。一部の農家では、乳牛飼育が1980年代から始まり、1990年代に増加傾向を見せた。また、淡水魚のコロソマ養殖を行っている。 沖縄移住地での家畜数の年次水位移住地では、稽古を中心とし、農作物を加工し付加価値のある加工品製造にも乗り出している。米の販路拡大を目指して、2005年に稽古直営の精米所が落成した。2006年には第2位移住地に乳製品の加工工場を建設した。2011年にはショートパスタの加工工場を建設した。 イタリア製のパスタ製造機を導入し、フェデイス沖縄として販売を始めた。第二次世界大戦以前、ボリビアへの最初の日本人移民は1899年である。1899年にペルーへ入植した契約移民の中で91名が父カカコからソラタを経由して、ボリビアの定置アマゾンへと入った。1907年、第四移民団で、 ペルーに移民し、その後、沖縄出身者を束ねて、ボリビアに再入植したヤギセンテイなどが、記録に残る最初の沖縄出身のボリビア移住者として知られている。アマゾン地域でのゴムケーキが過ぎ去ると、ボリビアの日系人らは、リベラルタやその近郊に定住し、日系人社会を形成していった。第二次世界大戦以前にリベラルタに定住していた日系人は、 約450名で、そのうち沖縄出身者は約100名であった。1945年、太平洋戦争終結後、戦前に沖縄からボリビアに移民していた者たちは、故郷であり、地上戦が行われた沖縄の困窮を憂いた。1948年8月に、ラパスの沖縄県人会は、ラパス市沖縄救援会を発足。 また11月にはリベラルタで、リベラルタ市沖縄戦災救援会を発足させた。これらの団体は募金活動を行い、救護品や学用品を沖縄に送った翌1949年、リベラルタの沖縄県人会で、沖縄県民のボリビア移住の受け入れが提案され、ボリビア全土に散らばる沖縄県出身者も入植させて沖縄村の建設を決議した。 1950年、県人会話調査団をサンタクルス県に派遣し、入植先の選定を本格化させた。1951年、後に、ウルマ移住地となる入植候補地を見つけた。また同年、移民を受け入れるための、ウルマ農産業組合を設立した。この時点で、移住計画案は、サンタクルス県知事の認可を受けており、認可書は、琉球政府と、 アメリカ政府に送付された。アメリカ統治下の沖縄の体制1950年、それまでの軍政を廃止、沖縄統治のための琉球列島米国民政府が設立された。数回の組織変更の後、住民自治組織である琉球政府が設立。アメリカ民政府の下に置かれた。当時の沖縄の人工同性作業をやめて基地に着陸する。 B-29 を見つめる沖縄県の人。1951年頃撮影。過烈を極めた沖縄戦が事実上終結したのは1945年6月下旬である。この戦闘で一般住人の約9万4000人が戦死、または行方不明となった。アメリカ軍は沖縄戦を生き抜いた住民の大半を 沖縄本島内の7カ所のキャンプに収容した。その数は1945年10月の段階で約24万9千人に及んだ。アメリカ軍は不要な土地を放棄しながらも1949年段階で沖縄本島の陸地総面積の約14%を軍用地として確保していた。一方で約12万5千人が元の居住地に戻れない状況であった。さらに、 1946年以降、日本本土、台湾、南洋群島から10万人以上の沖縄出身者が沖縄本島に引き上げてきた。アメリカ軍の土地接収によって農地や住宅地が大幅に縮小する中、逆に沖縄の人口は引き上げ者の流入により、膨れ上がった。琉球政府による海外移民の検討講述するように、 アメリカ本国が沖縄の基地の高級保有を1949年に決定し、基地の拡張整備が行われていった。その一方で、アメリカ軍基地の建設工事は住民にとって貴重な雇用の場となった。しかし、基地建設が終了した後の余剰労働力と農地を失った農民に対する措置が緊急の政治課題となった。この余剰人口の問題を解決するため、 沖縄県内移住計画が策定され、沖縄本島北部の大儀三村、八重山諸島への移民が実施された。しかし圧倒的に入植地の数が足りないため、アメリカ本国への移民、旧南洋軍島、インドネシアなどへ海外移住が検討された。また、琉球政府はアメリカ民政府の依頼を受け、南洋軍島からの引き上げ者からの聞き取り調査を行った。 調査対象者22,888人のうち21,485人にボリビアなどで南米の沖縄出身者の移民活動状況の調査を依頼した。1952年5月、ジェームズ・ティグナーが現地視察のためにボリビアに入国した。この時、ティグナーはウルマ農業組合を設立した戦前移民たちと接触を持った。 ティグナーは、ウルマ農業組合に対して、移住10か年計画を提案し、同時に、ボリビア政府から認可があり次第、アメリカ政府に送付するように指示した。ティグナーは、南米を視察した内容と提言を、ティグナー報告書としてまとめ、琉球政府に提出した。この報告書の中で、沖縄の過剰人口解決として、ボリビアで、 戦前移民が提唱している移民計画に沿った移住の提案がなされた。このティグナー報告書の結論で、ボリビアへの移民の必要性を以下のように記述している。年々人口が増大する一方、高知の減少していく人々にとっては、将来は不安定である。不安や不満はことに、沖縄の青年間にあっては、必然的に、 土地所有や十分な生活への失望を伴うものである。共産主義は青年に訴えることを上等手段として、共産主義陣営の各地で大成功を収めていることに鑑み、沖縄の青年は共産主義に感化され安い要素を多分に備えているということができる。移民計画にある通り、海外に広大な無償土地を求めることは青年に新たな希望を与え、 彼らの不安や共産主義の虚栄の報酬の約束に対する感化に対処することができるのである。ティグナー報告書、コロニア、沖縄入植50周年記念誌アメリカ民政府と琉球政府は戦前のボリビア移民によるウルマ農作業組合の計画と、このティグナー報告書を拠りどころとして、ボリビアへの農業移住計画案として具体化していくことになった。 移住施設団の派遣ティグナー報告書を受けて、琉球政府はボリビアに施設団を派遣することを決定した。施設団の代表は稲峰一郎。1953年12月に沖縄を出発し、アメリカ、ブラジル、アルゼンチンを訪問した後、1954年2月にボリビアに到着した。施設団はボリビア政府の要人と面会し、移住予定地の見学も行った。 最終的には、この施設団と、ボリビア政府との合意により移民が開始されることになる。アメリカの沖縄統治政策1945年の占領直後、沖縄のアメリカ軍基地は、日本本土攻略作戦のために、暫定的に整備したものであった。アメリカ政府は、東西冷戦の激化を背景に、沖縄の高級保持に政策を転換した。1949年に、 米議会から沖縄の基地建設のための予算承認を得た。沖縄は太平洋の要石とされ、極東最大の基地が建設されることになった。1952年、サンフランシスコ講和条約が締結されたが、沖縄はアメリカの統治下のまま日本から切り離された。1953年にはアメリカ民政府より、 土地収容令が交付された。同不令により、沖縄本島の中南部の農地や、集落の接収が実施された。アメリカの対ボリビア援助第二次世界大戦後、アメリカ政府はボリビアに対して、多額援助を行っていた。この過剰とも言える援助は、当時のアイゼンハワー政権の政策として大きく、矛盾するものであった。アイゼンハワー政権は、 東西冷戦体制下の極めて保守的な政権であり、共産主義や革命的要素を持つ政府を敵視していた。そのため、1952年に成立したビクトルパス、エステンソロ政権のボリビアに対して援助をする見込みはほとんどないと思われていた。ただ、グアテマラやガイアナに過激派政府が成立すると、ラテンアメリカ地域への影響力低下が懸念された。当初、 独裁政権とみなしていた、ボリビアの国民革命運動党政府を逆に支援することが、ボリビアの共産主義革命を防ぐ、唯一の策と考えるようになった。アメリカ政府はパス・エステンソロを共産主義政権への転換を防ぐ人物として受け入れ、またパス・エステンソロも新米派の立場を取ることで、アメリカの強い圧力を回避していった。岸信介との会談すでに、 琉球政府によるボリビア移民が始まっていたが1957年内閣総理大臣に就任した岸信介は沖縄の返還基地及び沖縄県民の海外移民に関心を寄せていたことが知られている。同年の6月訪米した岸とダレス国務長官との会談が行われた。ここで岸は沖縄では自らの土地を摂取された農地のための大替地はない。 アメリカはこの被害に遭った人々の他国への移住を援助できるのか沖縄住民の最低住先として新宅等治療サイパンやテニアンなどはどうかと問いかけたこれに対してガレス国務長官は検討してみると応じたボリビア革命1950年頃までにボリビアでは左派政党の民族革命運動党が都市部の労働者など中産階級の支持を取りまとめることに 成功していた。1951年には国外逃亡中のママパス、エステンソロとシレススワソを候補者として大統領選挙を戦い圧倒的勝利を収めた。しかし軍部が介入し保守政権は軍に政権を譲った。1952年4月民族革命運動党は市民と鉱山労働者たちを巻き込み放棄した。 この行動を可能にしたのは国家警察の全面的な支援を取り付けたことにあった。正規軍との3日間の市街戦を制して革命政府を樹立した。そしてパスエステンソロが大統領に就任した。食料自給と農地改革ボリビアは1950年代に入ってもなお全国民が自活できない状況にあった。スペイン統治時代からのアシエンダ製の弊害が残り、 当時1000ヘクタール以上の土地を所有する大地主は人口の6%で所有地の合計面積はボリビア国内工作地の92%を占めた。その大半は利用されないまま放置されていた。地主たちは先住民を低賃金や時には無償で働かせ農具や種子を自前のものを要求した。地主の多くは農園から離れて暮らす不在地主の形を取り、 都市部で専門的な職業に就いた。農園は先住民の農民に任せきりであったため、農業技術は未発達のまま取り残された。1953年8月3日、農地改革法案が制定された。この法令により足園らの土地をすべて没収し、25年再建の形で地主に保障を与えることになった。そして転売禁止を条件に、 先住民の労働者に土地を分配した。これらの農業を取り巻く混乱により、ボリビア国内の食料生産性は低く、増加していた都市人口の需要に対して、食料自給は困難になった。1950年から1952年には、全輸入量の19%を食料品が占めた。しかも輸入した食料品の大半はアンデス原産の根菜類であった。 東部開発ボリビアの東部開発計画は、チャコ戦争でパラグアイに敗れ、グランチャコを失ったことに始まる。この敗北で国家の近代化の必要性を痛感した、ボリビアのエリートたちは、東部への前身東部低地の開発計画に着手した。1938年にブラジルと協定を結び、石油を輸送するためサンタクルスから、ブラジル国境のコルンバまでの鉄道建設に合意した。 また1942年にアルゼンチンとサンタクルスからアルゼンチン国境の役場までの鉄道建設に合意した。しかし東部開発はなかなか進展しなかった。経済状況1950年から1955年の GNP 年率成長率は1.1%であったがこれに対して人口増加率はこの間1.99%で一人当たりの GNP はマイナス成長を記録した。特に、ボリビア革命後にあたる1953年の GNP 成長率はマイナス6.2%、1953年はマイナス1.5%と2年連続でマイナス成長を記録し、ボリビア革命後は経済の混乱を極めていた。一般的に経済の混乱は、自国民ので移民を増大させる傾向があるが、 ボリビアの国内経済が上向きになり始めた1968年においてさえ、全人口10%近くが国外へのデイという状況であった。生活状況ボリビア革命前に2年間にわたって、ボリビアを詳細に調査した OE レオナードは、実著で、ボリビアの家庭に見られる文化的特色のうち顕著なものに、ほとんどの家庭に核がないことが挙げられると述べている。 レオナードの調査によると、家庭の設備として第一に、重要なものとされたベッドですら半数以上の家庭にはなかった。またレオナードは、ボリビアの東部低地帯の農村には、便所という概念自体が存在しないとした。彼らに便所に関する質問をしても、質問の意味自体を理解できなかったと報告している。アメリカの援助アメリカが、ボリビアの東部開発に着目したのは、 第二次世界大戦の勃発によってであった。アメリカは戦争遂行にあたって、鈴などの鉱物資源、キニーネ、ゴムなどの戦略物資の原産国として、ボリビアに着目した。アメリカは1941年から1942年にかけて、経済開発視察団を派遣し、石油生産の増大のための施設建設、輸入依存を脱却するための農作物の増産。 道路網の整備などをアメリカ政府に提言した。アメリカ主導の援助を進めるため、ボリビア開発公団が1942年に設立された。しかし、1946年までボリビア大統領であったグアルベルト・ビジャロイルの強い民族主義政策により、援助は進まず、アメリカ主導の開発計画が進んだのは1948年になってからであった。 このアメリカからの援助は革命後の混乱にあったボリビア経済を安定させ、またアメリカからの緊急食料輸入は農地改革の混乱による食料を不足から生じた切迫した需要を満たした。この食料援助によって政府は冷静に農地問題に対処することができた。パスエステンソロはアメリカの援助によって東部開発を推進することを目指していた。 沖縄からの移民受け入れの是非1954年、アメリカ政府はボリビアに施設団を派遣し、ボリビア東部開発の視察を行った。施設団は報告書の中で、ボリビアの経済発展のために、東部開発は必要であるが、ボリビア人の農民に大きな期待はできない。東部開発推進のために、ドイツ、イタリア、ギリシャ、オランダ及び、 日本からの移民を選択することを勧告すると具体的な国名を挙げて移民受け入れをボリビア政府に迫った。この背景としてボリビアへの日本人移民事業に自身も関与し長年にわたり移民研究を行ってきた若月康夫はアメリカ政府がボリビアを移民受け入れ先に考えたのは先住民の国であるボリビアはアメリカ人自身が嫌う有色人種を受け入れるのに 大きな支障はないと推測したとしている。一方で、ボリビア政府の立場は、ボリビア政府としては、なかなか進まない東部開発と、自他共に認める、ボリビア人農民への不信を前提にしながらも、非ヨーロッパ人の入植受け入れは、歓迎するものではなかった。しかし事実上のスポンサーである、アメリカ政府の意向を無視できなかったと推論している。 若月は論拠として1957年に沖縄移住地を視察したアメリカ国防省民政局長のラーディング少将がボリビア政府に直接交渉を行い沖縄への移民者に対する知見需要が実現したこのようなアメリカ政府の積極的な関与により同時期にボリビアで日本からの移民が行われた産不安移住地と比べて早期にスムーズに進んだことを挙げている アメリカ統治下の沖縄からボリビアへ移民が行われた背景は以下のように集約できる。一方でこれらのことは推測の域を出ていない。アメリカ在住でアメリカ軍基地とボリビア移民をテーマとして研究活動を行っている甘宮和子は実際に農地を接収された入植者はごくわずかで直接的な原因ではない。土地収容による移住は存在したが その人たちはブラジルに行っている。いろんな話が混同されていると指摘している。一方で、アマミヤは沖縄の基地問題と移住政策は無関係という見方も否定している。今後の文献調査や議論等で究明されることが期待される。1948年、沖縄海外協会が再発足した。1952年に設立された琉球政府は、 総務局に移民課を設置した。1953年、戦前に沖縄からボリビアへの移住者を中心に結成した、ウルマ農作業組合が提案していた移民計画が、ボリビア政府により承認を受けた。計画は、1万ヘクタールの国有地への入植と10年間に3000人の移民受け入れおこしとしていた。アメリカ民政府と琉球政府は、 スタンフォード大学のジェームズ・ティグナーに現地調査を依頼した。ティグナーからの報告を受けた琉球政府は沖縄海外協会を琉球海外協会に改称した。また1953年に移民施設団をボリビアに派遣した。施設団は約1ヶ月ボリビアに滞在し移住予定地の視察とパスエステンソロ大統領及び ボリビア政府要人と接触を行った。1954年3月11日付で、施設団は、ボリビア政府と移住計画を合意したことを、琉球政府に報告された。ボリビア移民団の様子1954年3月23日、琉球政府は移民募集要項を作成し、各市町村長宛てに移民募集を依頼した。移民条件及び資格を以下に抜粋して示す。 希望者は4000人を超え、各市町村による一時選考。続いて、海外移民創出計画審議会による二次選考が行われた。そして、適格者400名が決定した。また、琉球政府は、移民者への融資を行うために移民金庫を設立した。適格者400名のうち、第一次移民団に選ばれた275名の移民者を乗せた千差種号は、 1954年6月19日にナハ港を出港した。香港、シンガポール、南アフリカのダーバンを経由して、8月5日にリオデジャネイロに到着。翌8月6日、移民団はサントスに上陸した。ここから鉄道によりパラグアイ経由でボリビアに入った。第一次移民団が入植予定地に入ったのは8月15日であった。その後、 9月14日、第2次移住団が、ウルマ移住地に到着し、第一回の募集で的確者となった400人余りが、移住地に入植した。ウルマとは、琉球の古名である。第1次移民団が到着した時、5ヘクタールほどの森林が伐採され、その土地に丸太小屋が建設中という状態であった。10メートルほどの井戸が一気掘られていたが、出てくる水は塩水であった。 食料お前は十分であった。しかし、野菜類が不足し、肉類も冷蔵庫がなく、保存ができず、日々の栄養はバランスを欠いていた。さらに、1954年は、大干ばつで入食から3ヶ月間余り、ほとんど雨が降らなかった。大変なところに来てしまった。自分で選んだ道だから、仕方がないがやるしかないか。兄や明、兄や、 コンドルのマウクに10月30日に入職以来、初めての死者が出た。原因不明の熱病であった。11月に入ると、同様の症状を訴える病人が続出し、移住者の多くがこの謎の熱病に襲われた。移住者はこの謎の病気を、ウルマ病と呼んだ。また、測量の結果、ウルマ移住地は、洪水地帯であることが明らかになり、気候も、 必ずしも農業に適していないことが判明した。移民たちは不安と混乱でパニック状態に陥った。1955年2月12日、グランデ川が氾濫を起こした。この洪水で一時移住地の中心部以外は水没してしまう状況になった。またこの洪水により、野ネズミが大量に移住地中心部に侵入した。同時に再び、ウルマ病の患者が増え始めた。 最終的に、ウルマ病は、第一次と第二次移民団の約400人のうち、利病者148人、死者15人を出すに至った。ウルマ病について、原因不明とする資料が多いが、第一次移民団で入職し、後に医師となった、神谷明は、ウルマ病の正体は、ハンタウイルス肺症候群であると推測している。ウルマ病、グランデ川の氾濫による、 水害被害を受け、1955年4月には再移住のための調査とアメリカ政府関係者を呼び、ボリビア政府と接触を開始した。結局、移住者たちは1年も経過しないうちに、ウルマ移住地を放棄し、新たな移住地への再入職を余儀なくされた。1955年6月に新移住地へ移動することになった。新移住地は、 ウルマ移住地から130キロ離れた、サンフアン移住地に近いサーロ軍、パロメティアとなった。しかし、パロメティア周辺地主の反対と、土地不足から再度移住地の変更を余儀なくされた。1956年3月にグランデ川の西岸、旧ウルマ移住地の対岸に、新たな移住先が選定された。同年七月に、現在の沖縄第一移住地への三度目の入植が、 始まった。8月には、アメリカ政府の援助によるブルドーザーが導入され、仮道路の建設が開始した。アメリカ政府は、約18万ドルを援助金として交付した。この援助資金で購入した、トラック2台と大型製材機が到着した。同年12月には、第4次移住者たちを受け入れ、クリスマス休暇返上で作業に追われた。第4次移民団で入職した、富士県沖沢は、 先に入職していた移民者の苦労を以下のように記述している。沖縄から持ってきた蓄えは底をつき、誰一人として持っているものは何一つ持っていなかった。私たちが到着した時、先輩移住者が身につけていたものすべてボロボロ、彼らはほとんど現地の貧しい人々そのもので、なかっただろうか。富士県沖さだ富士県沖縄移住地第4次移住者の到着で、 土地不足が懸念されたことを受け、1957年9月から移住地周辺の国有地払い下げと私有地の購入の交渉を始めた。1958年、難航した交渉の末、ボリビア人私有地の購入がまとまり、第二位住地が建設された。1959年に起きた水害による被害者で移転を希望した家族と第六次移住者の家族が、 第2位住地へ入植した。さらに、1961年に、国有地の約19000ヘクタールが払い下げられ、この場所が第3位住地となった。第3位住地には、第14次移住者から入植が始まった。第3位住地の整備にあたり、アメリカ政府は USAID を通じて、約50万ドルを拠出した。1964年に、 第19次移住者が第3移住地に入植し、この受け入れにより、琉球政府の計画移住が終了した。1967年、沖縄の日本本土復帰より前に、沖縄移住地は琉球政府から日本政府に移管された。この背景として、占領地の移民をいつまでも面倒見ていられないと考えていた、アメリカ政府が沖縄移住地の支援を大幅に減らしたため、 沖縄移住地が苦境に陥ることになったことがある。この状況を見た日本政府が1966年の日米協議委員会においてこの問題を持ち出し、外国に居住する沖縄県出身者の保護は第一義的に日本政府が当たることが合意されたためであった。これにより沖縄移住地は海外移住事業団の管轄となった。海外移住事業団は 沖縄総合対策5カ年計画を策定し、社会インフラの整備を年次的に進めることを決定した。また沖縄移住地の移民者には、日本政府発行のパスポートが発給された。1960年代末期、移住地は洪水による被害が大きく、特に1968年2月のグランデ川の氾濫では、第1移住地の北部一帯が水没した。 またこの頃干ばつによる被害も深刻であった。このため多くの移民者が沖縄移住地を去ることになった。この頃、サンタクルス県では綿花栽培のブームが起きていた。沖縄移住地でも1970年に綿花の試験栽培を行うことになった。その結果、綿花は干ばつに強く予想以上の収穫があったため正式に導入することになった。1971年、 1> 第1位地、第2位地、第3位地のそれぞれ別個にあった農業共同組合を統合し、コロニア沖縄農牧総合共同組合が発足した。1972年4月に栗綿工場が完成した。1973年には、面花の幸い面積が4400ヘクタールに達し、面積みの労働者を数千人も雇用するまでに達した。しかし、 1974年のグランデ川の氾濫により、第一移住地が多大な被害を出し、また異常気象による収穫源が続き、綿花の工作地は減少に転じた。さらにオイルショックによる世界的な綿花の暴落が深刻な影響を与えた。こうして数年で綿花栽培は行き詰まり、移住者たちは総額130万ドルの借金を抱え込む結果となった。 多額の借入金に困窮した移住者たちは代表者3名を日本に送った。代表団は沖縄選出の国会議員や新聞社を訪ねて移住地の休場を説明し支援を要請した。その後も細々と綿花栽培は続けられたが1981年に栗綿工場も閉鎖した。綿花栽培の失敗は移住者たちに 多額の借材を負わせる結果となった。1977年、沖縄第3移住地で、石油工団により石油掘削が行われることになった。新聞に、第3移住地は、ボリビア随一の産出量と報道され、移住地は全員立ち退きという話が出て、大騒ぎとなった。その後、石油産出量が少ないことが判明し、油田開発は中止となった。 1980年代、ハイパーインフレーションがボリビアを襲った。1984年8月に通貨が急落し、1ドルイコール5000ペソボリビアーノスとなり、ボリビア全土で社会が混乱し、ストライキが発生した。11月には1ドルイコール9000ペソボリビアーノスになり、金融機関が完全に麻痺した。 翌1985年9月には1ドルイコール108万ペソボリビアーノスにまで暴落した。しかし、このハイパーインフレにより、面火栽培で膨れ上がった莫大な借金を返済可能な状況に押し下げる効果をもたらした。このため、ハイパーインフレを神風と呼んだり、救いの神と実戒する者も,もいた。例えば、牛を、スートを売り払うことで、 数万ベドルに及ぶ借金を返済した者もいた。一方、資産を持たない移民者は厳しい状態に置かれた。彼らの月収では2から3日分の食費にしかならないほどであった。このハイパーインフレーションは日本への出稼ぎ労働への契機ともなった。1980年代に入るとサンタクルス県に大図作のブームが到来した。これは 大豆の価格が1984年に1トンあたり109ドルだったものが1997年には205ドルに上昇するという背景があった。沖縄移住地においても大豆作が普及し移住地の基幹作物へと成長した。これは入植時には原始的な焼き畑農業であったものを面作時に機械化し大規模農業を行った経験があり、 やはり機械化した大規模な大豆作への転換が比較的容易だったことがある。1985年、稽古の総会で大豆の作油資料工場の建設が承認され、1987年、工場が竣工した。大豆作の発展により、移住地の経済は急速に発展した。1980年代後半から1990年代前半にかけて、 沖縄移住地に隣接する土地を日系移民たちが買い漁る状況が続いた。入植当初、井戸を掘ったが塩分が強くほとんどを利用できなかった。このため飲料水は雨水を貯めて使用したり、森林の中の沼水を利用するなどしていた。しかし、これは衛生上問題があった。問題を解決するためには地下60メートル以上の井戸を掘る必要があったが、 移住者が掘削費用を負担することは困難であった。このため USAID などの支援に頼って、井戸の整備が進んだ。1988年、移住地に電話が仮設された。当初は警察、病院、農協などに公衆電話兼用で設置が進んだ。1990年代からは無線による携帯電話の導入により、個々の家庭にも電話が普及した。 1998年12月10日 NHK の衛星放送の受信設備が導入された。その年の12月31日には NHK 紅白化合戦を移住地の各家庭で見ることができた。翌1999年1月15日に正式な開局式が行われた。1999年4月18日、第1移住地、第2移住地、 第三移住地と周辺の集落を統合した行政区として沖縄うのとすることをボリビア政府が決定した。1999年、サンタクルス市内で日本人ボリビア移住100周年記念式典が開催された。この式典にボリビア政府から招待を受け、同国を訪問中のノリノミア内新能が沖縄移住地を訪れた。百九十九年六月六日、 歓迎式典が行われた。二千年に三1地と周辺の十九の村落と合わせてワルネス郡沖縄村として正式に発足した。九百九十九年に第一回村長選挙が行われ、初代村長には第四次移民団で渡航してきた平良勝義が就任した。二千四年八月に入職五十周年を記念した式典が開催された。主賓として ボリビア大統領であったカルロスメサヒスベルト、イナミネ・メグミイチ沖縄県知事、在ボリビアアメリカ大使らが招かれた。1968年に国際協力事業団は沖縄移住地動態調査を行った。この調査によると移住から12年後には入植者の36.3%が移住地から転住していると分析した。沖縄移住地の入職者の動態を詳細に、 報告したものには、石川幸による、ボリビア国コロニア沖縄移民の再移住に関する実証的考察がある。石川の調査によると、琉球政府の移民計画下で行われた第1次から第19次の移住者、総数3231人のうち2599人が1979年までに移住地を去っていることを明らかにした。 定着率は19.9%と極めて低いことがわかる。また、石川の調査によると、沖縄移住地への入植者のうち1736人が、ボリビア国外へ転出、ブラジル2088人、アルゼンチンに578人と、国外転出者の実に約96%が両国への再移民になったことが明らかになった。この理由として、 ブラジルとアルゼンチンには戦前からの沖縄県出身移民者が数多く存在し、かつボリビアより経済状態が良かったことが挙げられる。日本へ戻った移民数は412人で全体の約16%。ボリビア国内の別の場所に移動した移民数は181人で全体の約7%。その大半はサンタクルス市への転出である。 石川の研究によると、沖縄移住地で再移住の要因発生について、いくつかの木に分けることができるとしている。再移住の初期は、入植時から1964年頃までの期間であり、移住地形成期に当たる。この木の末期に開催された入植10周年記念事業では、近隣諸国から沖縄県出身者が多数、沖縄移住地を訪問した。 この訪問者が困難を極めていた移住地の住民を見かねて再移住を促したことがあったと推測した。ブラジルにおける沖縄移住地からの再転出者は沖縄出身のブラジル移民の血縁、または遅延による、呼び寄せによる、そのほとんどがサンパウロに集中している。その中でもビーラカロン地区、サンマテウス地区、カーザベルデ地区の3地域に集団を形成している。 サンパウロのビーラカロン地区では、1957年に、在ブラジル沖縄県人会の支部として、ビーラカロン支部が発足した。発足当初の会員数は27人であったが、1962年頃より、ボリビアからの移住者が増加し、1975年には、これまでで最高の428人を記録するまでになった。琉球大学の石川幸らが、 現地調査を行った1984年当時、沖縄移住地出身者を含む沖縄出身の移民者たちで一番多く従事していたのは、法制業であった。法制業者の多くは、沖縄県内の同郷の者を中心に集まり、多くの成功者を出していた。二番目に従事している職業として、露店での小売業であり、法制業と露店での小売業と合わせると全体の、 半数以上を占め、この二つの職業に集中していた。サンタクルス市は沖縄移住地に第一次移民団が入植した当時、人口4万人程度の小規模な町に過ぎなかった。しかし、記述のように、ボリビア政府の東部開発の推進により、周辺が農業地域として開拓が進み、それに伴って人口の集中が進んだ。 1967年の国勢調査によると約26万人。1971年頃には約33から34万人まで急増した。サンタクルス氏は沖縄移住地への入植者で再移転したもののうち、ボリビア国内での移転先で最大であった。1984年の聞き取り調査ではサンタクルス氏に住居を構える沖縄出身の 世帯数は85世帯であった。そのうち69世帯が沖縄移住地に入植した戦後移民であった。サンタクルス市は中央広場を中心とした多重の環状道路で都市計画された円形都市であるが、沖縄出身の移民者の住居はサンタクルス中心部から見て北東方向に偏在している傾向がある。また、サンタクルスの発展に歩調を合わせるように、 古く二重してきた世帯は比較的中心に近く、新たに移住してきた世帯は中心から離れた場所に今日構える傾向があった。第一環状道路の北東部にあるメルカードロスポソス周辺で雑貨店や飲食店を経営している沖縄出身の世帯の集中が見て取れる。1980年代後半になると日本のバブル景気を背景に、 多くの移住地の住民たちが日本への就労、出稼ぎに出る現象が顕著となった。初期の出稼ぎに来ていた日系ボリビア人は日本国籍を有していた移民一世の世代が中心であった。多くは一家の主など働き盛りの男性が家族を残して単身でボリビア移住前の血縁を頼って来日していた。この時の一世の出稼ぎ者の多くは 1984年にボリビアで起きたハイパーインフレーションにより生活に行き詰まった移民者たちであった。続いて移民2世や3世が日本への出稼ぎに向かった。彼らの場合は経済的な事情というよりも次男、三男などの独立資金の獲得や営農拡張のための資金のためという面が強かった。また送り出す。 親の立場も日本においての見聞を広めさせたいという考えが濃厚にあった。横浜市の鶴見は戦前より沖縄県出身者が多く居住している地域であった。1980年代初頭より沖縄県出身の日系ブラジル人が鶴見に出稼ぎに来ていたが、これに混ざって沖縄移住地出身者がボリビアより次々と出稼ぎにやってくるようになった。鶴見で 沖縄移住者の出稼ぎ者たちにより独自のコミュニティが発生した。技術を覚え人脈ができると独立して中小規模の電気工事業や人材派遣業を営む者が現れた。また移民2世や3世の出稼ぎによって彼らの日本への理解が深まり移民1世の間に相互理解を生むことにもつながったという指摘もなされている。無断に他人の土地を占拠し、 そこで、時代も税も支払わずに生活を営む者が現ることを、土地侵入と呼び、人口規薄な中南米諸国で極めて多いとされる。沖縄移住地の場合、土地侵入は重大な問題であった。移住地は、サンタクルス市に近く比較的交通の便が良いため、1963年には、早くも土地侵入問題が発生した。25周年記念誌によると、 第3位十地には USAID の資金によって移読施策や道路整備のために雇ったボリビア人がそのまま居座る土地侵入が起きて困っているという記述がある。1974年までに約1万ヘクタールがボリビア人によって分割されたとしている。ボリビア革命時の農地改革以後に取得した土地であっても自ら工作せず3年以上放置した土地の 所有権は消失し、その土地は国家に帰属するものという法令が交付されている。移民者側は3年以内に開墾するためには多額の資金が必要であり簡単なことではなかった。また、沖縄の経済発展により後継移民がいなくなったことも未開拓地が残った理由であった。1970年9月には現地のボリビア人が 土地侵入の目的で組合を結成した。この組合は日系移民者たちの目につくように第3位住地に看板を掲げて原子林の開墾を開始した。第3位住地の日系移民者たちは裁判に訴えた。一審及び二審では移民者たちの勝訴であった。しかし最終審で負け約3500ヘクタールがボリビア人開拓者に分割された。 さらに1974年に第三移住地東側の約3900ヘクタールも分割された。2006年、エボモラレスが大統領に就任した。ボリビアで初めてとなる先住民出身の大統領となった。エボモラレスは大規模農園主の所有地を接取し、先住民農家に配分する政策を進め、2009年1月に承認された。 修正憲法で土地所有の上限を5000ヘクタールに制限した。2009年3月にはサンタクルス県のアメリカ人などの大地主から没収した3万8000ヘクタールの土地を先住民農民に譲り渡すと宣言を行った。エボモラレスは2007年3月に日本を訪問した際、日系人の農業経営や安全を脅かさないと日本政府に抗言した。しかし、 ある、ボリビアの日系人弁護士は、先住民に支えられている、モラレス政権が、不法に入り込んだ、先住民を排除してくれるかは疑問だと話した。また、沖縄移住地で、土地侵入に頭を悩ましている、ある移民者は、移住者の命や土地を、ボリビア政府が保障してくれるよう日本政府に動いて、もらいたいが、拉致が開かないと述べた。このコでは、若月安を、 国本伊を呼びボリビア側の研究者と共同で研究組織を編成し、当時の文部省の1982年度の科学研究費助成事業で採択された現地調査による結果を中心に示す。衣については、もともと沖縄からの移民は男女共に洋服である。沖縄移住地の結婚式では花嫁が白いドレスのほか、時にお色直し用の着物を着る光景が見られる。 これらが衣に関する日本的なもののすべてで移民の服装はほぼボリビアに溶け込んでいる。食については以下の表の通りどちらとも言えないを含めればどの移住地でも80から90%はほぼ日本的料理をとっていると考えられる。沖縄移住地がサンタクルスよりも日本的料理が多いのは日本的習慣の維持は農村で強く。 都市部で弱くなる傾向に沿ったものと推測できる。住居については、日本的特徴を乱すことは、不可能である。掘った手小屋から邸宅に至るまで、その住居は、持ち主の資本力に応じて、ボリビア人のそれに似せて作られている。他の国の日系移住地では、時々、庭だけでも日本風庭園にする努力が見られるが、沖縄移住地では、ほぼそのような努力を乱すことはできない。 日本的伝統からの脱皮、ボリビアへの適用という観点で外的なことから考察する指標として各自の住居の中に飾ってある宗教的なものを質問した結果が以下の表である。戦前移民の住居によく見られた神棚は沖縄移住地、三藩移住地も戦後移民が多いため国家浸透の衰退もあって各地とも10%に達していないことが調査から示された。 また戦前の日系移民の家に多く見られた天皇の写真もわずかしか飾られていなかった。ただ、比率は低いが沖縄移住地が一番多く天皇の写真を掲げている点は興味深い。一方で沖縄移住地で生まれた移民2世でプロサッカー選手として J リーグで活躍した石川康氏は日本の雑誌のインタビューに 三ア安移住地の家庭は、どこでも天皇の写真を飾っていたと思います。でも、沖縄村の家には、天皇の写真はなかったですね、と述べている。人種差別は、現在も続く国際的な課題であり、非白人が白人支配地域に移住する最大の障害であり、移住後のトラブルの主要因であった。この意識調査を実施し、長年移民研究を行ってきた若月康夫は、 沖縄からの移住地に、ボリビアが選ばれたことは、人種差別の産物であるという趣旨を主張していることは、すでに述べた。チーノという言葉は、今でもスペイン語圏の中南米での部別の言葉であり、日本人を含むアジア人を罵倒する際に用いられる言葉である。これはクーリーに代表される、中国人単純労働者に対して用いられたことが、契機であると考えられる。ボリビアでは、 他の中南米諸国より日本人別詞が少ないのは日本人移民の前に大規模な中国人移民の受け入れの経験を持たなかったことが理由の一つとして指摘されている。次の表は移民者がボリビア人から人種差別や偏見を受けているのか否かを問うた結果である。沖縄移住地での調査も含めすべての地点でボリビア人の改造により 偏見を持っていることもあるし尊敬していることもあるとした回答比率が一番高かった。これはボリビア人の上層からは差別を受け、仮想からは受けないという意味と推測される。この回答にさらに注釈を加えるとすれば、日本人と同じ先住民系からは特に差別を受けないが、白人からは差別されると考えられる。次の表は逆に、 ボリビア人に対して偏見差別感を持っている人がいるかどうかを調査した結果である。回答しやすくするため、本人の意思ではなく、偏見を持つ人がいるか否かという客観的事実を統計式になっている。以下に入国当時のボリビアに対する印象の回答を示す。入植時の印象を尋ねたのは、より率直な意見を引き出せるという意図からである。 日本で想像していたものと現実の差について沖縄移住地の回答結果は三府安移住地よりかなり良かったが2倍近く多く非常に悪かったが半分近いという差が出たこれは沖縄移住地が同一県からの移民のため親戚知人から事前に現地の情報を引き出していたことが推測できるまた出発当時のアメリカ占領下の沖縄が甚だしく 困窮していたとも推測できる。到着した当時の率直な印象について大いに希望を持ったは、サンフアン移住地より沖縄移住地の方が多く、厳滅と答えた数は少なかった。この傾向は全質問と同様の推定ができる。一方、この質問がなされたのはボリビアへの移民以来20年以上経過しており、厳滅と感じたものの多くはすでに、 ボリビアを離れていると推定されるが、前向きな回答をしたものが多かったのは当然の秘訣とも言える。沖縄入植40周年を取材した新聞記者に、ある移民一世の牧場主は、狭い沖縄が嫌で深く考えずに来たが、住めばと、後悔はしていないと答えた。また別の移民一世の大豆農家は、沖縄の発展ぶりに驚いている。 見通しを誤ったかもしれないと語った。沖縄移住地への入植に大きな影響を与えたティグナーの報告書は、学者の書いたものとは思えないほど、客観性を書き、事実を隠蔽し、移民を先導する内容であるという指摘がなされている。これは、沖縄移住地に関する公認のティグナーの論文にも見える傾向であり、例えば1962年のティグナーの論文では、 コロニア沖縄には病気がほとんど見られない。コロニア在住の沖縄出身者は、在沖縄県民や日本人よりも、はるかに良い食事をしていたと書いている。また、ウルマ病に関する記述は、数行であり、死亡者の記述はなく、ウルマ移住地を放棄して、パロメティアへの移転は全く記述がない。ティグナーは、沖縄移住地の入植50周年式典に招待されたが、 欠席している。欠席にあたり実行委員に手紙を送っている。その手紙で、ティグナーは、稲峰一郎など、琉球政府と徹底的に議論したことに触れ、移民たちは島を去ることを強要されたのではなく、自分たちの意思で移住することを決めたのです、と主張していた。ティグナーが自らに対して批判的な意見があることを意識しているのは明らかであった。 沖縄移住地に対して日本政府から国際協力機構を通じて資金、物資、技術協力の援助が継続してなされている。しかし、この援助がボリビア人の不満の温床にもなっている。ボリビアの日経移住地で聞き取り調査を行った石田仁太郎は当時の国際協力事業団に沖縄移住地への補助金の額を問い合わせたが、事業団は 外部に出した前例がないという理由で拒否した。大戦浅爪の証言アメリカ統治下の沖縄において、本土復帰運動のリーダーで、小座市長を16年務めた大戦浅爪は、琉球政府のボリビアの移民計画について、以下のように証言している。基地で土地を奪われた人たちを当初、アメリカに移住させようと、アメリカ政府と交渉した。しかし、この提案は、 受け入れられず、出てきたのはボリビアへの移民計画だった。大戦はさつ日系人の歴史を知ろう大谷総一の、見聞評論家の大谷総一は、1954年から1955年にかけて取材旅行で世界各地を訪問した。大谷は、チリのアりかから空路で、ボリビアのラパスに入った。ここで、市内見物や、日系移民の経営する、 繊維工場の見学、ラッパス日本人会で講演などの後、サンタクルスを訪問した。サンタクルスにて戦前からの日系人と対話を持ち、沖縄移住地について大家が伝聞したことを一家のように記している。最近アメリカの軍部が沖縄移民を大量に送り込んだのは、ここから90キロばかり離れたところである。日本政府は、もちろん、 アメリカ内務省の了解なしに勝手に送り込み、感情的にうまくいっていないらしい。それに、衛生施設などを点で考えていないものだから、マラリアなどで倒れるものが続出し、大いに物議を醸している。軍部のやることはどこも、同じらしい。大谷総一、大谷総一全週第十九巻、世界裏街道を行くに南北アメリカ編、在ボリビアアメリカ大使館の中国アメリカ在住で、 アメリカ軍基地とボリビア移民をテーマとして研究活動を行っている天宮和子は夫から以下のような話を聞いたと述べている。1970年代初め農業の専門家としてボリビアに調査に来ていた彼はアメリカ大使館で沖縄移住地には行かない方がいいと忠告されたんだそうです。彼らは米軍機で ジャングルに捨てられた人々で、いつも飲んだくれて喧嘩ばかりしていると、当時はそんな風に噂されていたんですね。天宮和子、日本から一番遠い日本元入植者の声、ボリビアの沖縄移住地に移民し、その後、アルゼンチンに再移住した後に、日本に戻ってきた元移民者のある男性は、孫に、ボリビアの移民について、以下のように語った。 戦争が終わって豪華ら出て収容所生活の後、村に戻ったら、屋敷は、米軍基地になっていた。米軍の払い下げテントに4家族で住んでいた。仕切りは段ボール箱、背を伸ばせば、隣の家族生活が見えた。ボリビア移住の誘いがあり、ボリビアに移民したが、ひどいところだった。アルゼンチンへ移り生活した。10年前、日本へ戻ってきた。結局、 私たちは捨てられた民だったのです。日本に戻ってきた、ある元入植者、沼を多文化共生を目指す地域づくりパスエステンソロの解雇、琉球政府と沖縄移住地入植を合意した時の、ボリビア大統領であったパスエステンソロは、入植40周年式典に招かれた。式典でパスエステンソロは、以下のように解雇した。入植当初、原生林に飲み込まれそうになっている。 日本人を見て、絶対に成功するはずはないと確信した。しかし今日、コロニアの繁栄ぶりを見て我が目を疑った。パスエステンソロ、日本から一番遠い日本移民開始当初、原生林にいた先住民と移住者との対立が移住地の歴史から抜け落ちているという指摘がある。この先住民は、ウルマイ住地周辺で採取生活を行っており、 第一次移民団の到着前に準備を行っていた先見隊と摩擦が起きた。移住者たちは先住民をバルバルであるとか野蛮人と呼び恐れた。そして第一次移民団の到着の2ヶ月前に先見隊の1名が先住民の毒槍に倒れ落命した。以後、移民者たちは警備のために番犬を飼い、交代で不審番を立て、 定期的に原生林に向かって銃を撃っていた。715ヘクタールを所有している大規模農園の経営者となった移住者は以下のような話をした。彼は収穫、助走、トラクターの運転手などを含め常時10人程度のボリビア人を使用していた。以前に沖縄のアメリカーが沖縄人を使っていたように顎でこき使っていますよ。沖縄移住地で。 ある大規模の応援を経営している入植者、ボリビア移民危機が希ボリビアの日系移住地で、聞き取り調査を行った、石田仁太郎は、事前調査も、不満足なまま異国に送り出された移民は、まさにジャングルに捨てられた移民だった。だが、日本の経済復興に伴い、日本政府の財政援助が増加し個人的な努力とも、相まって弱者を切り捨て、今や、移民の主流は、起業家であり、 資本家になったとした。その上で、企業家になった移民たちには、新たな試練が近づいているような気がした。ボリビア人労働者を使用しないでは成立しない、企業にもかかわらず、賃金問題や労働条件などを見れば、彼らは、濃度待遇であったと指摘した。石田はさらに、ボリビア人の農場主は、もっと悪どいという弁解も耳にしたが、それが免罪符になるだろうかと疑問を呈した。 2004年に行われた入職50周年式典で大統領が述べた祝辞についてサンタクルス県の新聞エルデベールは批判的な記事を掲載した大統領が国全体が追求すべきお手本としたことについて検討外れ日本人移住地は日本やボリビア政府から特別な援助を受けているから 成功して当然だという地元のボリビア人の農業代表の意見を掲載した。また、入職者たちはスペイン語もわからないまま大統領の言葉に拍手していたと書いた。石田仁太郎は沖縄移住地でボリビア人と日系移民の間にある不和が子供にも影響を与えているという話を移住地の学校教師から聞いていた。例えば何かものが紛失した時、 日系移民の子供が最初からボリビア人の子供を犯人扱いする傾向があるとした。また、日系の子供がボリビア人に対して土人と差別的な呼び方をしているのを目撃したとも述べている。入植当初は孤立した集落であったため、内縄口が一般的に使用されていた。その後、指定が学校に通い始めると、内縄口、日本語、 スペイン語の3種類を混ぜて使うようになった。その比率は世代、地域によって違うが、ボリビア人社会に近く年齢が若いほどスペイン語の使用率が高まった。沖縄移住地では内縄口が沖縄県よりも色濃く残っているとも言われていたが、時代の流れと共に使われなくなってってきている。移住地の文化として全ての世代で沖縄の伝統芸能を 今後も残そうという気概は強い。参戦、琉球舞踊、エーサーなどを学校の授業等に取り入れて次の世代に残す努力が行われている。入職記念日であり、また日本の終戦記念日でもある毎年8月15日前後に移住地で最大の祭りである放年祭が開催される。また、放年祭に先立ち、うるま病など入職に際し、 道半ばで亡くなった先人たちを鎮魂するための慰霊祭が行われる。放年祭では移住地の若者を中心にエーサーが踊られる南米桜こととっくり木綿の花。ありがとうございます。